こんにちは。天場アカデミー堀秀夫です。今日はね、サポートしていて、まあ、オーストラリア、アマゾン、まあ、ぼちぼちね、えー、販売許可、えー、必要ですと、書類を出しなさいという商品が、えー、増えてきたな、ということとね、えー、出品の際にコメントを書かなきゃいけないですか、と。ね、えー、この方、 日本のアマゾンやってる方なんで、えー、コメントを書かないといけませんかという質問いただいたんでね。ああ、そうか、日本ってすればコメント書いてたねというのも、えー、あったんでね。えー、その、販売許可、それから、えー、コメント欄等についてお話します。まあね、前々から言ってるよりも、オーストラアマゾンを早く始めた方がいいということなんですけど、まあ、何よりも、ライバルの数が全然違いますね。 え、アメリカアマゾン。まあ、ここ最近では一番売れてるであろうスイッチで、ちょっと、ね、出品者数を比べてみますと、アメリカアマゾンのスイッチの出品者数は161名。ね。えー、おっきな市場ですけど、さすがに161名っていうのは多いですね。え、出品者161名です。ね。そして、日本。 日本の出品者数は何名かというと、なんと15、151名と。まあ、当然のことながらね、アメリカの数分の1の市場なわけですけど、出品者数はほぼ変わらないと。ま,あ、まさに締めいてるというのが、えー、一番適切な表現でしょうね。で、そんだけ締めいてますんで、ね、海外の感覚であれば、 新品は新品だろうと。なんで新品になんか説明がいるんかいという気がするんですけど、日本の場合はね、こう説明が必要です、ねえー。箱にちょっと傷ついてるかもしれませんとかね。えー、抜き取りとかすり替えするなよと。シリアルナンバー控えてるからなと。ね、もうせち辛いですから、日本市場はね。そういうこと書いたり。えー、あるいはね、発送にすごいうるさいですからね。えー、発送こうやってますとか書く必要あります。 もう厳しい日本の消費者には新品でもコメントが必要と。ね、うんざりしますね。そして、オーストラリア、ねえー。同じ商品ですよ。同じ商品なんですけど、まあ、当たり前ですけど、まあ、コメントなんか書いてる人いませんよね。新品は新品です。で出品者数、13名。ね、これ1桁間違えてるんじゃなくて、13名です、ね。もうまさに1桁少ない。 多少市場がね、えー、まだ小さくても、この圧倒的なね、えー、ライバルの少なさ、競争のなさっていうのは魅力です。で、これ、一番売れてるスイッチでこの状態ですから、まあ、ほとんどの商品はね、出品者数名、で FBA 出してる人ゼロという商品はゴロゴロしてます。まあ、そういう商品を出せば、当然ね、えー、新人でも FBA を使った出品者が一番強くなるのが大抵の場合の、えー、パターンなんで、 自分が一番強い出品者ということでカートが取れて高く売れて儲かるということになります。今始めるのがもう、今始めの有利ってかね、今この日本とかアメリカでこの百何十名とかね、ライバルだらけというのを見てね、なおかついやいや自分なら稼げるという人はね、まあどうぞチャレンジしてくださいって感じなんですけど、まあ私なんかはね、同じ労力を使うなら、ねえー、たくさん稼ぎたい。 あるいはね、同じ金額を稼ぐなら楽に稼いでできるだけ、えー、暇な時間、ゆったりした時間、遊ぶ時間が欲しいというタイプなんでね、まあ、正直オーストラリアアマゾン以外、まあ、取り組むメリットあるのかというのが正直なところですそしてね、えー、今、まあ、ほとんどアメリカ、日本だと、まあ、販売許可取れないんですけど、オーストラリアはね、まだ販売許可取れます。ただ、 これ以前はね、販売許可がいらなかった商品。まあ、ほとんどの商品がまだ販売許可いらないんですけど、まあ、日本だとね、販売許可取りにくい商品なんかも、オーストラリアだと、えー、販売許可取れるというのでね、えー、狙って出品してる方が結構いらっしゃいます。で、まあ今、出品者ある程度増えてきたんでしょうね。まあ、こういうふうに書類出せと言ってくる。しかも、以前はなかった項目、10個以上、ね、要はあの、えー 小売転売はまだオーストラリアの場合 OK なんですけど、あ日本とアメリカはもうダメですからね。氷、えー、売転売の場合、えー、オーストラリアの場合まだ OK なんですけど、そうは言ってもね、えー、やっぱあの、業としてやるからには10個以上買わなきゃおかしいだろうということでね、えー、10個以上買った、要はね、商売としてやってますという証明が必要になってきてます。ただ、これも、 今だと書類を出さなくても、販売実績が増えればね、同じ商品が何事もなくそのまま出品できるということもありますんで、まあ、ねえー、早めに出品してどんどん商品を探していった方がいいと。後から参入しても、力のある人だったら、まあそら、えー、問題なく始められるでしょう。ところがね、初心者が後から始めたら、成功してる人にね、勝つのは難しいんで、 まあせっかくね、3年後には、え日本のえ5倍以上になることが見込まれているわけですから、オーストラリアアマゾンね。そこに今、ライバルはね、10分の1以下。日本の場合、実質新品、ほとんど新品でもね、条件にうるさいんで、中古っていうのを出してる人は30何名いますんで、それ足すとね、アメリカ以上に出品者が多いとえいう状況です。まあアメリカも今すごい厳しくなって、 ね、小売,転売 NG。日本は論外。日本でね、これ氷売転売自分なら稼げるって人は相当な自信かか勘違いだと思います。ね、まあ今ね、ね、えー、転売で稼ぐならオーストラリア、アマゾン一択というのが実際のところなんでね、今後も、えー、コツコツと、ね、マイペースで商品を探して出品し続けていただければと思います。またご相談の方お待ちしてます。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。